カナダに行って英語が大変だったっていう 第一印象。こちらは去年1月の映像。当時高校2年生だった羽生選手は、あ、本当わかんない。はい、英語はあんま好きじゃない。成績は優秀だったものの英語は苦手だったとか。